皆さん、こんにちは。私は関東農政局の土地改良技術事務所で働く職員です。今日はなかなか目にかかる機会のない私の職場でのお仕事についてちょっとだけご紹介します。私は一般職の農業農村工学という区分で採用されました。この農業農村工学だとか農業土木 などと呼ばれる私たちが活躍するのは農業農村整備事業農業を支援するため水と土を相手に農業用のダムや水路などを建設していますこの事業を現在こちらの8県15カ所で実施中ですこの動画ではそんな農業農村整備事業を実施している国営事業所や農家さんたちを縁の下で支えている土地改良技術事務所に スポットを当てていきます。では、早速大きく5つに分けてご紹介していきましょう。まず一つ目は、業務発注の技術的指導・支援についてです。ここでは、実際に工事を行う国営事業所がスムーズに仕事を行えるよう、経験豊富な職員が技術的なサポートをしています。 工事の進め方についてのアドバイス工事の価格が正しいかどうかのチェックより良い施設を作るための話し合いなどを行います風格漂うベテランの指導官からは毎日毎秒教わることがたくさんあります二つ目は基準類の整備です1つ目でご紹介した技術的なサポートも 根拠があってこそそう、工事をするにあたって決めなければならないことはすべて基準書に基づいて行われています毎年出てくる事業所からの要望や新しい技術を反映させながらより良い基準書を整備していくのも重要なお仕事の一つです自分が携わったルールを事業所の人が使うってすごいことだと思いませんか さて、ここまで2つご説明してきましたが皆さん専門的だけどついていけるのかなぁなんて不安になったりしていませんかでも安心してください私も同じように思っていました土地改良技術事務所ではそんな不安を解消するために就職1年目からたくさんの研修を開催していますというわけで3つ目のお仕事は。 研修の開催ですここでは年間20件ほどの研修を開催しています研修は自分の仕事の内容や学びたいレベルに合わせて自由に選択することができます室内の研修ばっかりなんでしょう？なんて思っていませんか中には授業や講義ではなかなかない現場に行って学ぶ というような研修も用意されています皆さんの受けてみたい研修、きっとこの中にたくさん見つかるはずですよさてここで、少し毛色の違った仕事をしている部署を紹介しましょうお仕事四つ目、業務アプリの開発と運用です私たちの仕事にパソコンは欠かせないアイテムです 一般に使うメーールやワードなどはもちろんのこと、工事の費用算出契約書類を作成するための独自の業務支援アプリも使っていますそして全国の職員が利用するこれらのアプリを作り運用している部署がここにあるのです日々利用者からの質問やトラブルに対処しつつ新しい業務アプリを IT 業者さんたちと一緒に作り改良を重ねていきます ここにいる職員さんも、実は私と同じ採用区分で入っています。現在、IT に興味のある若い人を絶賛募集中、とのこと。私も次はここを希望しようかな。とここまでは主に職員をサポートするお仕事についてのお話でしたが、最後に5つ目、農家さんとの関わりのあるお仕事についてご紹介しましょう。 その一つが、講習会の開催です。土地改良技術事務所の職員は、いわば工事実施のプロ集団。そこで、農家さんや水路の手入れをしてくださっている方々への講習会を行っています。この中では、壊れた水路の直し方や日々の管理の仕方の話をしたり、取り上げた材料を使った施工の実演を行ったりしています。 他にも大雨や台風の影響で農地や農業用施設が被害を受けたとき、干ばつなどの影響で農業用水が足りなくなったときのために災害応急用ポンプの貸し出しを行っていますこちらはポンプの専門業者さんと一緒に点検をしている様子部品やオイルの交換がきちんと行われているかを職員自らがチェックして 関東各地での緊急時に普段から備えていますさてさてここまで長くのお付き合いありがとうございました最後にこの動画を作った土地改良技術事務所の若手職員3人から皆さんに一言ずつお伝えしてこの動画を終わりたいと思います来年か再来年かはたまた10年後か 皆さんにお会いできるその時を職員一同心よりお待ちしています。